これがまさにそういうこの嘘の連続なんですね。8月上旬、200隻を超す中国漁船が沖縄県尖閣諸島近海に押し寄せた。これはもう孫のことない事実ですね。その通り、でその次がですね、漁船には軍が指揮する海上民兵がいたとされ、一部は中国公船と日本の領海に侵入した。これ何でもないような文章ですけどね、トリックだらけなんですよ。海上民兵がいたという確認はしてないんですね。いたとされ伝聞なんですね。でそれは軍が指揮するって書いてるんですけど、これは半分本当で、このケースに限って言うと嘘なんですよ。それと一部は中国公船と日本の領海に侵入したっていうふうに書くと、中国公船とその民兵が乗っている漁船が一緒に意図を持って日本の領海を侵犯したかのように見えるんですよ。そう書いてないんですよ。だけど ということによってですね、一緒になって共謀して、この侵入したというふうにこの感じられるような書き方になってるんですよ。で海上民兵がいたっていうのは本当か、本当ですね。でこれは漁業関係者、港湾関係者の非常に多くの人たちが、まあ、海上民兵っていうのは、海上民兵っていうか民兵そのものが中国の軍政の中に位置づけられているものであって、そして非常時といいますか戦時には、招集されて、予備役の予備役みたいなものですから招集されて、まあ、海上民兵であればこの輸送とか、そういったことに携わるということになっています。ですから漁民の中にもたくさん混じっています。だから混じっていなかったのかと言われる混じっていたに決まってるんです。だけどそれは軍が指揮するっていう、ここがまた微妙でですね、いざという場合に軍が指揮するのは当たり前なんですよ。軍政に位置づけられた民兵なんですから。だけどじゃあこの時に軍からの何らかの作戦命令が出て軍の指揮のもとに尖閣周辺にやってきたのか、その可能性は 100% ないんですね。でこれは海上自衛隊の自衛艦隊司令の山本さんという方も論文で書いておられますけれども、まあ、要するに海上民兵とは言うけれども、その辺の漁業のおっさんやお兄さんたちなんだと、いざという時にはそれは招集されると。だけどその場合には、特に公海上で行動するという場合には MB と書いた民兵を示す MBというこの表示を含めたちゃんと制服を着て行動するということであって、それをしないで民間人に紛れ込んで作戦行動に携わるということになれば、それは国際的な国際法にも違反するし、国際的にも非難されるということを自衛隊の人が書いていて、その通りなんですね。で、この時に限って言えば、限って言えばというか、この、特別の命令をもって、一部が日本の領海に侵入したわけではないということだと思います。でこの一部は中国公船と日本の領海に侵入した、でこれは中国側はちゃんとこの直後に日本に説明しておりまして、でそれは、一部の金儲けしか考えない中国の漁船が解禁日が終わったんで、あの解禁日が来たんで、どっと押し寄せて収拾がつかない。尖閣については日本も中国も両方ともEEZ 排他的経済水域を適用しないと、入れ合い地にすると、これはなかなか大人らしいあれで、つまり適用するとなると実害が生じますから、だからそれはもう適用せずに勝手にお互いにその入って取ろうやということで、もう自民党時代に決まっておって、でその時にその船の取り締まりはどうするかといったら、お互いに自国の船で自分の漁船を取り締まるということにしてるんで、だから中国が来てる取りに行くのは当然の話で、依頼地だから、それでその時に公船が来るのは日本の新聞に大きく載るんだけども、あるいは公船に来てもらう、来てもらうことがもともとの協定であって、中国が公船を派遣しなかったらこれの約束違反じゃないかと、お前の方でお互いに自分の船で取り締まること決まってるのに出さなかったらこれ問題なので、むしろ来るのおかしくない。それからね、
領海侵犯というふうに一般に言いますけれども、領海というのは、無害通行権で認められておりまして、軍艦でも何でもその相手の領海は突っ切って構わないです。